今日も調子なんか叩きだよね。今日
ことを人とうまくいかなかったらまあせめて忘れりゃいいのに、また冷蔵庫の中で伸ばすのに、そうことは仕方がない、じゃあ今すぐなかったことに、それすらもうできずに、や気づけば変わる、ああきっとわがままなだけなのさ、また怖さにすがって逃げるだけ、ほらもう無理なんて出るわけがない、わんといつまでも大きにな、そうきっと甘えてるだけなのさ、そういうことなんかよ信じて、
調子悪かっただけだった。ちょっとできないことが多かった。少し気分が乗らないだけでまた冷蔵庫の枠を飛ばする。今日はまたお昼だし大丈夫、ちょっとだけだしきっと大丈夫。そんなこと言ってたのにいつの間にか目の前に広がってるゴミの山。将来からの君は
るが叩きだよね。ちょうど人と丸いバナが頭まで寝てますね。いいのに中で冷蔵庫の中で伸ばすね。
いてたの水の何か目の前に広がってる星の山
上司は味方だけだよね。ちょうど人と丸いバナナだな。まあ、てめて忘れりゃいいのに。中で冷蔵庫の中で伸ばすね。なのさ、そういうことなんだよ、信じてよ。
象に座る方だけが多少とできないことが多かった。少し気分が乗らないだけでまた冷蔵庫の枠を飛ばする。今日はまたお昼だし大丈夫、ちょっとだけだしきっと大丈夫。そんなこと言ってたのにいつの間にか目の前に広がってるゴミの山。
夜が叩きだよね。ちょうど人と同じバナナが絡まって寝て忘れりゃいいのに。中で冷蔵庫の中で伸ばすね。Oh,
将来からの君は
が叩きだよね。ちょうど人と殴り花が絡まって寝て忘れりゃいいのに。また冷蔵庫の中で伸ばすね。甘えてるだけなのさ、そういうことなんかよ、信じてよ、いざ
今日と人とうまくいかなかったらまあ